お待ちしていました。どうか今一度記憶の糸をお紡ぎください。
ニコラ、何してるの？剣術の練習。僕はファイトになるんだ。へえ、面白そう。じゃあ私が相手してあげる。ええ、ミアは強いからな。 声、行きなさい。ニコラ、大丈夫？うん、大丈夫だよ。でも、またミアに助けられちゃった。ミア、僕もっと強くなるよ。強くなって、いつか僕がミアを守るんだ。 君は蘇ったんだ。 これはとてもラッキーなことなんだよ。 ミアは？ 大丈夫。我々がきっと蘇らせてみせる。約束するよ。 ニコラの検査結果ですが、 やはり軽症者の適性があったようです。 暴走する自分と戦い続けていたのか。なんてやつだ。今まで気づかなくてごめん。今お姉ちゃんが。
お疲れ様。守られていたのは私だったんだ。ごめんね、ニコラ。大丈夫。私は大丈夫だから。ミアはいつ目を覚ますの？残念だけど、それは誰にもわからないんだ。中には目を覚まさない人もいる。そっか。いいか、お前はまだ子供だ。そんなの関係ない。継承者になってミアを守るんだ。だってミアが目を覚ました時にこの世界がなくなってたら困るでしょ。ミア、そろそろ起きたかな。元気にしてるといいな。僕も頑張るから。早く元気になってね。いや。あなたを一人にして。本当に良かった。無事に目が覚めて、それにいっぱい仲間ができたみたいで安心したよ。全部ニコラのおかげ。あなたがそばにいてくれたから、ここで戦い続けてくれたから、今の私がいる。あなたは守ってくれた。私を守り、私を強くしてくれた。この上何
を望めばいいの？いや、リコラ・カルンシュタイン、あなたはナイトになったのよ。誰よりも立派で素敵な騎士様。